シャンパン届いてないでしょ、全卓まだ。配信何分ぐらいかかる？だったらもし送り出しできるんだったらもうタクシーだけみんなスタッフ総動員で止めさせるとか。3300万円が一発で吹っ飛ぶ致命的なミスとは。お客さんみんな返す形になっちゃう。そう、いやリアルだなめっちゃリアルだ。しょうがないな。今すぐ逃げ出したかった。ザ・ローランドショー開幕。いらっしゃいませ。こちらでお待ちくださいね。押し寄せる20名の女性たち。お目当てはこの店のナンバーワンホスト高村エイト。この日は彼が代表というお店のホストの中でトップのポジションに就任する晴れの日。実はこのイベントは2日間開催。前日には懐かしい顔も。真ん中に座るのはかつてナンバーワンをめぐりエイトとバチバチに競い合ったライバル。2021年9月ザ・シング・グランドオープン初月ナンバーワン新国のプリンス霧島今はローランドから離れ歌舞伎町で別店舗のホストである霧島陸も祝福に駆けつけた。そして迎えた最終日、目玉はシャンパンタワー。そのお値段総額3300万円。体験の出どころは朝日の方もなってくるんですよ。元気ですよ。拝観料失礼します。あかりさんありがとう。拝観料はみんなください。生配信の画面越しにファンから届いた投げ銭、なんとたった2ヶ月で3000万円も集まった。従業員総出でここにシャンパンを注ぎ、それを彼のチャンネルで生配信するのがイベントの大取り。エイトはお店に来れないファンたちも楽しめるイベントにしたかった。一方生エイトに会いたい、そんなエイトガチ勢はこの日画面の遥か遠くから一堂に集結。中には東京の方ですか？石川から来たんですか？そうです。マジか。石川結構遠いっすよね。2、3時間ぐらいですか？飛行機で。ありがとうございます。本当にシドニーにいて。シドニーいたんですか？で、そこでエイトが来て。マジ？あ、留学行ってたんですか？いや、初ホストクラブだ。嬉しい。人生初。マジで。このために。さらにこんな方も。なんて言ってきたの？今回東京は。旦那さんはもう、あ、そう。言ってきてんの？旦那に。あ、旦那に言ってきて。正直者だね。どうしてこんな嫁ができた？いいじゃん、正直者の方が。隠された方が嫌だ。隠しきれないから。あ、そっか、バレちゃうもんね。20代から40代まで幅広い世代の女性たちが大変な思いをしてようやくこの瞬間に立ち会う。もうね、今も何も見なくなっちゃって、永遠と高村へと検索してます。だから今日は先輩後輩関係なく、お客さんまでもが新たな代表のヘルプに徹する。俺結構エイトと付き合い長くて、もう5、6年ぐらい、エイトがそれこそ19ぐらいの時から知ってたんですけど、18か、懐かしいっすね、まあ、本当に。毎月毎月1000万売って、やりたくもない配信をやったら意外とできちゃって。いつもありがとうございます。一緒の代表がお世話になった。一方、エイトは生配信のセッティング、設定が複雑なため自ら行っていた。大丈夫ですか？
なんかライトのね、これもうちょい上げる？めっちゃ逆光だから、なんか。その結果、徐々に歯車が狂い出したことに、今は気づいていなかった。圧巻のタワー。天井が鏡だから2倍に見えるの。ローランドの喜びもひとしお。すごない？今日すごいっすよ。大盛況ね。だがめちゃめちゃオンリーになっちゃってる。てかなんか人数少な。これさ、全員出勤してる？とにかくオンリーが多すぎるな。明らかな人手不足。失礼します。いらっしゃいませ。いや、そんなびっくりしない。社長自ら穴を埋める。今一番このちょっと豪華なテーブルになってまして、みんな内心嫉妬しながら過ごしてるんだと思うんだけど、まあまあまあ、それはね、近くで忘れると思ってなかった。今世界で一番ローランドの近くにいるまあファン10億人ぐらいしかいないからさ、全然敵に回してもまあそんな大した数じゃないんだけど。優雅な時間が流れる一方、シャンパン届いてないでしょ、全卓まだ届いてない。確定に前からだけ入れても届いてる感じ。あ、オッケー、じゃあ後から写真する。一人浮かしてもうシャンパン出せばかり作りますよ。うん、あと平均の場所でいいんで、まず C1 行きましょう。 C1 の後ろ、 C1 あっち。でも C 卓から A 卓 B 卓で回ってた方がない？移動大変なんで C は C、 B は B。 じゃあ僕もちょっと一杯美女に挟まれながらいただいてもいいですか？仰ぐ。高級な風を送りつつ、 C2 ちょっと持ってって。もう全部もうシャンパン持ってったよ。 C3 も順番順番。でも C3 とか出てる。もう出てるのか。オッケーオッケー。この時点で8のお客はなんと26択。全てが自分だけに集中してしまう。さすが大業種に幸い。音が違う。すごい。すごい。エイトは開店前にこんなことを言っていた。他の店って毎月の売り上げをクリアすると役職上がれたりするんですけど、売り上げだけじゃ上がれないっていう。そうなんです。勤怠見られたりとか、後輩の育成見られたりとか、もちろん売り上げもそうですし、営業中のまあ、リーダーシップ取れる人がやっぱ役職上がってきたりしますね。どうやらマルチタスク能力が代表就任の必要条件の様子。ただこの日は度を超えていた。この後事件が起こった。10杯ぐらいになったら配信しながらでも画面レベル落としたらいける。それは突然のことだった。バタつくローランドとエイト。でもこれもうパソコン持ってっちゃう。そっち機材トラブルでハンで流して。でこれずっと見といて。これ、はい、配信何分ぐらいかかる？だったらもし送り出しできるんだったら、もう送り出しできるところをもうスタッフにさしちゃって。あ、これなってないっすね。なってないっす。なってない。なってない。なってないです。これ。ああ、じゃあ多分それ断線しちゃってんな。今どういう状況なんですか？今これ配信でこうタワーの配信をしようとしたんですけど、充電がされてなくて、だからオンラインホストのちょっとなんか一番まあなんか欠陥点が出たなというか、だからお客様はこの配信を楽しみにされてるんで、まあちょっと待たなきゃいけないですけど、まあ最終オーダーの時間って送り出しの時間とか結構あるんで。歌舞伎町のホストクラブは風営法により深夜0時までにお客さんを退店。残された時間は45分。時間厳守。配信も営業時間内に終わらせるとルールを決めたばかり。晴れの日だろうと優遇されない。だがリアル客のお会計もお見送りもまだこれからだ。そこには3300万円の投げ銭タワー。今も全国のファンたちが画面の向こうで待ちわびる。肝心の充電不足の原因はというと、
あ、もう忘れればね。これさ、充電なってんのかな。よーく見てみると、ん？なんだこれ。タイプ C を謎の場所に挿しているではないか。コンセントの見事な擬態に騙された。速攻で Mac の充電器持ってきてよ、シックに。もう速攻で。さらに充電ケーブルはスマホ用だったらしく、電気の消耗が激しいパソコンには充電されるはずがない。今日この日に配信できなければ全てが水の泡。今ローランドが下した決断とは。メラロ君任せていいか。ああ、いいよいいよ。じゃあ言っとくわ。もう開けさせたらいい。開けさせて、でそこでアフター会2次会みたいな感じです。そうですね、1時間ぐらい。そしたら開けるには開けさせるから、タクシーだけみんなスタッフ総動員で止めさせるとか。そうっす、OK。 業務連絡、幹部キャストリスト前まで至急集合してください。幹部キャスト、リスト前まで至急集合してください。ちょっとイレギュラーでこれ充電されてなくて、で配信が今できないのよ。ってことはやらなきゃいけないのは、まず自分のテーブルを早めにちょっと事情説明して送り出しをする。でそれ終わったら A フロアとかにいる A とのお客様、会計終わったところを事情説明してベラノッテに移動してもらって、ベラノッテでこの配信を見ていただけませんかっていうことを促して、もしちょっと嫌だなっていう感じの表情されたらちゃんと謝って、配信を、この空間で見ることができなくなりました、大変申し訳ございませんと。でベラノッテを今、貸し切りしてるので、そちらの方で配信をご覧くださいっていう説明をしてください。まずお客さんを退店させる義務がある。残されたシャンパンタワーは生配信だけでのお披露目と割り切った。一方、急に退店させられたお客さんはローランドが経営するイタリアンレストランで食事をしながら生配信を楽しむことに。晴れの日に晴天の霹靂、こんなことは初めてだ。今何をすべきか、エイトはそれだけを考える。いい、じゃあみんなと A チーム会しといて。うん、了解。ありがとう。ベラノッテから見て、はい、全部さ、ベラノッテに行くか聞いて、行く人はベラノッテにも通してタクシーで手配し、4人5人ぐらいで行かしてほしいんだよね。わかりました。いやー、マジ予想外。予想外すぎる。しょうがないですよね。配信、配信ですよ。生放送っていう、こういうのがね。俺も確認できてなかったんで。いや俺まさかエイトさんが一人で設定すると思わなかった。スタッフがいると思った。一人でやってきたんだ今まで。逆にそうです。だなるほど。まあ放置になっちゃうんすよね、みんなバタバタだからさ。やっぱしょうがなく。でもまだまだ時間の余裕は少しあるんですよね。あれなんですよ、営業は1時までなんで。そうですよね。お客さんみんな返す形になっちゃう。そう。いやー、リアルだな。めっちゃリアルだ。しょうがないな。平然と振る舞うしかなかったエイト。誰かが悪いではなく、ただ自分が悪いと受け止めた。あ、ゼロか。一回閉じちゃったか。あ、そう、一回画面落としたから 10% でやっても10% でも配信しちゃうか。そしたら多分そんな一気に減ることはないんで。だからもう画面を暗くして、もうライトを明るだよね。パニクル一同。すると言ってくださいよ、これパソコンあるって言ったから。俺ってマジで猿のりもありますから。今変えました、純正に変わったんじゃん、これ。これが生配信だ。これ OK ですかね。いや、そんなマジできつい。今や店のホストの半数が
チャンネルを開設。パソコンを常に持ち歩いており、純正の充電セットを借りることに成功。そのことすらバタバタすぎて今わかったところ、呪いのコンセント事件、今解放の呪しが上がった。深夜0時過ぎの生配信にかかわらず、全世界1200人以上が見守り、一方ローランドのイタリアに向かったお客さんはというと、謎のパブリックビューイング。トラブルに見舞われたが、社長は意外にも。でも多分この一件で俺なんかあいつ代表にしてよかったなと思った。なんで？なんか俺が普通にプレイヤー目線だったら、はい、この件やったら俺多分めちゃめちゃブチ切れてると思うんですよ。だってまあ機材ミスだし、キャストがうるさせる環境作るのは店じゃないですか。で店側だったらめっちゃイライラ、多分本人めっちゃイライラしてると思うけど、それを冷静に対処して次の対策を練ってってしてて、俺あのオープンの日に BGM 流れなかった時に、正直言うと俺めちゃめちゃムカついてたんですよ、ヒロミとかに。それはコロナでのザクラブ閉店から2年、メモリアルなお店再開初日のこと。で音楽流して、音楽、ヒロミ音楽。なんで？マジで？なんでねえんだよ。ホストクラブは夜の華麗なステージ、案外いろんな舞台装置がないと始まれない。マジかよ、なんで流れねえの？責任しろよ。でもあれってそもそも俺が確認しなきゃいけないことだし、責任者は俺だし、教えてるのが俺だから、つまるところ責任者の俺に責任あるわけですよ。だから多分あいつめっちゃイラついてると思うんですよ、表情的に。それを出さずに、まあ、次の対策をちゃんとステップ踏んでやってたから、俺がちょっとこの事件で あいつ代表してよかったなって改めて思いました。ありがとうございます。行きましょう。お客さんのいない男だらけの店内で最高のパフォーマンスを演じてみせた。今日こそみんなが戦友だ。まあちょっと時代の波に乗ってこうやってみんなに応援していただいてるんですけど、まああの今月はドネありきで6500万ぐらい売りたいです。よいしょ。エイトは2000人以上を前にローランドの最高売上を超えてみせると言い放った。2人が出会ったのは4年前、まだあどけなさを残す21歳だったエイトをローランドは直感で採用した。栄えある第1位の発表です。第1位、ラッシュ・クリスマリアンズ・バカルタ・エイト。俺のライバルはローランドで、しましょう。夜の街と呼ばれても、エイトは逃げずに戦った。今代表を任せるまでに成長を遂げたエイトの姿にローランドは少し複雑な思いもあるのだろうか。そしてこの月の締め日、2023年4月の7日に輝いたのは高村エイト代表の売り上げ記録は、なんと月間クルーブ新記録の6500万。エイトが宣言通り見事新記録を達成。ローランドの記録はまたしても投げ銭で塗り替えられた。でもそれは果たして本当にホストの記録と言えるのか。